外志向生徒会、星2。のんけの人族のオスの実用書としてとても発行部数を稼げるクソ人気作家が作った全年齢向け作品。高校生の生徒会長のオスが主人公の漫画。その高校は男女恋愛禁止だという校則があり、主人公は生徒会長になったらその校則廃止しますということで生徒会長になった後に、その生徒会の副会長のメインヒロインのメスが恋人と一定期間付き合っておせっせしなかったら男女交際禁止の校則やめてやるわ、ということで始まる恋人じゃないけど恋人のふりをしなければ校則廃止できないし、頑張るというラブコメ漫画。定期的に恋人テストなるものが発生し、不純異性交流はしてないだろうけど、お前ら本当に恋人だよな？というテストはするからねというご都合展開によって、果たして主人公とメインヒロインどうなるのか？といった感じ。この作家は恋愛っぽいシナリオを作りつつ自然におせっせシーンに入るという流れを作るのがクソ上手な作家なのだが、この漫画は全年齢向けなので、寸止めであり作家の持ち味が活かせていないように感じる。ずっと青年コミックを量産し続けるのはマンネリ化しているのかもしれないが、面白くないわけではないが、この作家の青年コミックの内容からおせっせシーンを抜いたような出来であり、作家の持ち味がダメをべらしていると思う。